ハロロー。今回はジョンとグレープというブランドの展示会にお呼ばれしたのでお邪魔してきました。このブランドをね、取り扱っているザ・フォー・アイドというセレクトショップのヤスさんという方にお呼ばれしたんですけれども、この方はアパレルが一応本業ではあるんですけれども、カメラマンなどもやっていらっしゃいまして、実は私たちジジの踊れパパイヤという MV を撮ってくださったのもこのヤスさんです。はい、天才ということで、お互いピンク大好きなんですけれども、 iPhone ケースのピンクさを自慢されました。お次は原宿にあるコーチの期間限定イベントに遊びに行ってきました。なんか一応ね、予約必要ではあるんですけれども、空いている時間だと予約なしでも入れるみたいなんで、ぜひ原宿でね、時間できたなーなんて時は寄ってみてください。なんかこうやってね、なんか DJ イベントとかもなんかちょっとやってるみたいなんで、まだ街中がね、桜咲いてないんで、桜感じたいなーなんて思ったら、ここに来たら桜感じれまーすね。可愛いカバンがたくさんなんですけど、インスタになんか決まったタグこう載ってるんですけど、タグ付けなどを載せて投稿とかストーリーとかシェアしたら、この味がね、選べるんですけど、好きな味のお団子が食べれるらしいんですよ。食べれるとかもらえるんですよ。で、私はちゃんとピンク大好きということで桜味いただきました。なんか一個ね、お気に入りのカバンを私見つけて、すごい一目惚れしてたんですけれども、なぜかそれのカバンの写真や動画はちょっと撮るの忘れました。でもこのワンピースがめちゃくちゃ可愛くて、結構ガチでいつか着てみたいですね、こういうの。とにかく空間が可愛すぎて、とてもお花見気分ということなので、桜のお団子いただきたいと思います。桜や。ありがとう。